はい、皆さんこんにちは、倉山崎です。今日はちょっと画面横からお届けしてます。ということで、本日はこちらの、ディスプレイ、モニターディスプレイを、買ってみたんで紹介してみたいなと思います。簡単に、紹介ですよ、ね、あまりダラダラ言うとね、ダラダラ喋ってるだけってコメントされちゃうとね、もうグーのデモンで待って、全くその通りなんでねまあ、じゃあ今日簡単にまたね、説明していきたいと思います。まだ全然使ってないんでね、今回僕が買ったやつは、モニターディスプレイ、これは、BenQ モニターディスプレイ GL2780 27インチです。はい、こちらの、ディスプレイを購入してみました。まあね、これ、まあ、いろんな使い方をしたいって買ったんですけど、まあ、基本あんま僕ゲームやってないんですけど、今はあんまやんないんですけど、まあ、やるときはやるんで、まあちょっと買おうかなと。で、まあ、映像の方でもね、使えるんで、これを使いたいなと思ってとりあえず、買ってみました。電源をオン、はい、出ました。出たかな。あ、まあまあ何もつなげてないんであれですけど、後ろがですね HDMI で、いろいろ DVD ですかね、まあ挿せる、配線類っていうのは限られてるんですけど、それは詳細、商品の詳細ページ見てね、皆さん確認してください。で、まあ今せっかく紹介する紹介というかね、まあ、こんな感じですよっていうのを、まあ、見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、こう画面はね、マットな、仕上がりになっております、はい。で、まあ、これで何したいかなというと、まあ、せっかくなんでもっと超人気になったからやればいいんですけど、まあ、せっかくなんで、ね、ゲーム実況とかね、ゲーム配信のね、ゲームチャンネルをね、やってみようかなと。やってみようかなっていうか、ただやりたい、ただやりたい、まあ、別にそこで一旗あげようとかそういうことはね思っておりませんが、ただやりたいということで、ちょっとねゲームの方のねやる、プレイ動画だったり、まあ、実況してみたりだとか、みんなでねなんか楽しくやれることができたらいいなと思って、います。でまあ、キャプチャーボードとかねそういうのもまたあるんですけど、それまた別の時に、紹介しましょう。まあ、今回はこの、モニターディスプレイと、今ね家にあるのはこのスイッチしかないんで、ゲームがねこのスイッチを、がこうやって、HDMI、でつなげるとこっちの画面に、まあ、テレビと一緒ですからね、みんながね家でやる。ただ今うちはまだリングフィットアドベンチャーしか持ってないんであれですけど、今日はもうゲームやりませんよ。まあ、こんな感じの、画面で、プレイを見ながら、この映像をキャプチャーボードで録画しながら、で私がまあこういうところに画面に出ながら配信するパターンか、まあ、いろんなパターンの時があると思いますが、そんなゲームチャンネルもねやってみたいなと、思います。で、まあ、一応とりあえずスイッチで、あと僕が今やりたいのはセガサターンですね。あとはセガサターンのゲームをやりたいと、思っております。まあ、プレイステーションもそうですし、なんかそういった、そこですね、僕が一番やってたゲームをやってた時代のゲームをちょっと、やりながら、みんなでは、ね、楽しみながらやっていければいいかなとって思っております。なんでまあこれあれですね、例えばこれ今ゲームつなげましたけど、別にこのカメラの映像をこっちにつなげることも、できますんで、やってみましょうか一回。じゃあこのカメラの映像と今つなげようと思ったら、今ねこのカメラからの HDMI こんな短いやつしかないからこれ届かないんで、一旦ちょっと間に、このモニターをですね、モニターを通して、でこのモニターから、こっちの画面に通してみたいと思いますね。では今ここの1回このモニターに
映像が来てます。でこれをこっちにさらにスルーしようということで、こっちの映像をさらにアウト。はい、はい、こんな感じ、こんな感じで、自分の、映像も映せま、うん、自分の映像というか、まあこういうこういったカメラの映像もね映すことができます。ということは、これで撮影を、自分でモニターをチェックしながら、こっちのモニター、開始用モニターとしても使えると。確認用でね、どっかみんなで 見てもらってる時とかね、こういったものを置いていただけると思います。なんか今この映像を見るとあれ、なんかあれだね、ヌーベイを思い出してみた。まあこういった感じで、撮影の時でもまあ使えるものです。でこれもいくら2万円しないぐらいじゃなかったかな。あ、電話どこ行った、あった。多分ね、金額的にも安いんですよね。これ19,922円なんで安いです。で27インチで、なっています。奥に行くとなんかこっちの絵が緑っぽい、ね、まあそんな感じで、そういった使い方も、できます。はい、じゃあこれだとちょっとね気持ち悪いんで、こっち一回外します。まあなんで、そんな感じで、こういったゲーム配信、ゲーム配信チャンネル、また引き続きね、遊んできますんで、お付き合いください。はい、ということで、まあ今日これの説、あ、そうね、これの説明をしないといかんね。他に何があるかっていうと、何があるんだ、他はね、よくわかんない、モニターとして使いたいし怒られるんだろうな、みんなにな、怒らないでくださいね、うん、まあこんな感じです。こんな感じで、まあ使い方がいろいろできますよっていうことです。で映像で使いたい方は、これ SDI とかついてないんで、HDMI だけのモデルになってますんで、はい、その辺だけ、注意してくれればいいかな。で、ゲームとかそういう人たちには別に特に問題ないかな、うん、と思う、うん、基本問題ないと思う、うん、です。そんな感じです。ね、みんなに怒られる前に早くバイバイします。バイバイ。